こんにちは。田辺聖子の小倉百人一首。138回目は70番、涼禅胞子の歌の2回目をお送りします。寂しさに宿を立ち入れて眺めれば、いずくも同じ秋の夕暮れ。寂しさに、 宿を立ち入れて眺めれば、いずくも同じ秋の夕暮れ。しかしこの霊禅は、歌を独学で修行したと思える節がある。古今集、薪さんの夏の歌に、ほととぎす、ながなくさとのあまたあれば、名を疎まれぬ思うものから、 ほととぎす、ながなくさとのあまたあれば、なおうとまれぬ思うものから、というのがある。この歌は、伊勢物語にもあって、これは男がほととぎすの絵に添えて女に送った歌であった。このながなくは、ながなくである。 ほととぎすよ。お前が泣く里が多いものだから、お前のことは愛してはいるのだが、やっぱり嫌になる時もあるよ。というような意味。女の多情を男が封した歌である。この長が泣くを、両前法師は長が泣くと思い込んでいたらしい。 思い込み人間というのはしょうのないもので、霊前はあるとき、五月五日のほととぎすを読んで。宿近く、しばし長なけほととぎす、今日のあやめの根にも比べん。宿近く、しばし長なけほととぎす、今日のあやめの根にも比べん。 とやってしまった。その席にいたカイエンという坊さんが、へえ、ホトトギスは、長鳴くのかねえ、ととーっと引っ張って、ギースと鳴くのか、と言った。霊前はそこで、転居として、古今集の歌を持ち出したろう。すると、そりゃあ、長泣くの間違いだよ。 一座の爆笑を買ってしまった法師も仕も散々である」「まあ思い込みは誰にもあるとは言うもののなんとなく漢字としてはこの人正統的な基礎教養なしにユニークな歌人になったようである」「熊八中年はこの歌を「よし」とする。 中年男の寛解でしょう。霊山はなぜ外へ出て眺めたか。外の方がちとええことあるかと思ったから。しかしいずれ変わらぬ就職一職。男も中年以後となれば他の生き方がよかったか我が人生に悔いありかとついよそと見比べる。 若い時は隣の花は赤いと思うが、年を取れば、いずくも同じ秋の夕暮れと気づく。これは男の人生の歌ですな。ちょうど厚金が霊禅奉仕の歌に自分たち夫婦のたたずまいを重ねたように、熊八も男の人生にダブらせる。 良禅さんの歌は偶意性に富んでいるのかもしれぬこれで70番良禅法師の歌は終了ですありがとうございました田辺聖子の小倉百人一首はここでしばらくお休みさせていただきますまた再会いたしますのでよろしくお願いいたします ではまた。